いつもロプライオショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は2013年式、ブラバス GT6S を紹介させていただきます。まず、お車の状態ですが、フロント複数箇所、フロントガラス複数箇所に飛び石、 右フロントアルルミホイル右フロントドア右リアフェンダー左リア以外のドアエッジにキズフロント左サイドステップ リアバンパー複数箇所に線傷、キズ。リアバンパーに凹みがございます。走行距離に関しましては、約7万8000キロ走ってるお車です。外装色はオブシディアンブラック。インテリアはブラックトレッドのコンビレザーが採用されております。メルセデスベンツ G クラスをベースに。 数多くのブラバス専用装備が施された GT6S でございます。こちらのお車に関しましては、ワイドスターキットが取り付けられており、通常の G クラスとは違ったスポーティーさ、迫力を感じることのできる一台となっております。また、ディーゼル車両ということで、燃費にも注目していただきたいお車です。続きましてエンジンスペック紹介させていただきます。 エンジンは3リッター、V 型6機等のディーゼルターボエンジンが搭載されております。最高出力は258馬力でございます。ヘッドライトに関しましてはキセノンが採用されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。また足元には、プラバス23インチ、モノブロックフォージドアルミホイルと、レッドキャリパーが装備されており、 スポーティーな足回りとなっております。続きましてトランクスペース紹介させていただきます。トランクに関しましては手動での開閉となります。トランクスペース、広々とした空間が確保された一台です。スーツケースに関しましても複数個収納することが可能となっております。また、後部座席を倒していただきますと、長い荷物にも対応が可能です。 続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはブラックとレッドのコンビレザーが採用されております。運転席、助手席、若干ではございますが、使用感がございます。ステアリングに関しましては4本スポークのレザーステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されており、自由自在な変速が可能です。また、クルーズコントロールにより、 快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては、アルパイン製のハードディスクナビゲーションが装備されており、こちらはチデジの主張も可能です。また、バックギアに入れていただきますと、バックカメラが作動し、安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては、7速のオートマチックシフトが採用されております。走行モードに関しましては、 エコ、スポーツ、マニュアルの3段階が用意されております。こちらのお車にはシートヒーターも装備されており、肌寒い季節でも快適なドライブが可能です。続きまして後部座席紹介させていただきます。後部座席に関しましても若干ではございますが、使用感がございます。また広さに関しましては、十分なスペースが確保された一台です。 後部座席にもシートヒーターやサンルーフが装備されており、快適性もしっかりと加工されております。最後に気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂いとはいたしません。今回は2013年式、ブラバス G D6S を紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約78000キロ走ってるお車です。 スポーティーさと迫力を兼ね備えた GT6S でございます。こちらのお車に関しましては、258馬力を発揮するディーゼルターボエンジンが搭載されており、トルクフルな走りが可能な一台となっております。また、アルパイン製のハードディスクナビゲーションやシートヒーター、サンルーフなど、快適装備も数多く施された一台です。市場でも数が少なく、 大変希少なお車となりますので、お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。